俺はどこにでもいる普通の高校生。っていうやつは大抵どこにもいないと思う。俺だって別に自分のことをどこにでもいる普通の高校生だとは思わないし。現に俺の生活は俗に言う普通とは違うし。どう違うかというと、ちょっと説明がめんどくさいけど。まあ、母親は他界していて、父親は仕事で世界中飛び回って、年一で帰ってくるかどうかだから。高校生ながらにバカでかい屋敷で一人暮らし。ではなくもう一人だけ同居人がいる。その人は。失礼します。千秋様。今日こそは学校に遅れないためにも早めに起きてください。あと、5分。またですか。昨日もその前もまたその前もそれで遅刻してたじゃないですか。さあ、今日こそは早く起きてください。そういい昨夜さんは俺から掛け布団を引っぺがす。意地悪ー。意地が悪くて結構です。千秋様はもう少しご自身の将来について考えてください。授業もまともに出ない上、遅刻の常習犯となれば内申点はもうめちゃくちゃですよ。グーの音も出ません。それでは早めに起きてください。眠たい俺を必死に起こすこの人は、全く家に帰ってこない父親が派遣してきた専属メイドのいざよい昨夜さん。この家で俺と暮らす同居人だ。はぁ、あ。眠い。いつものことながら、昨晩、夜更かしでもなされたんですか？いや。なんならいつもより早く寝た。なら、こう言ってはなんですが、どこかのご病気なのでは？いんや、俺はいたって健全な健康有料児。健全と健康有料児を同時に使うの初めて聞きましたよ。でしたら、千秋様のその溢れんばかりの睡眠欲はどこから湧いて出てくるんですか？俺も知りたい。いつも眠いし、いつでも眠いから。成長期。というには長すぎませんか？まあなんでもいいんじゃない？俺は別に不便してるわけじゃないし、個性だって受け入れてるから。個性。ですか。まあそれならいいんですが、だからといって遅刻癖は直してください。あははぁ。前書はしてます。俺が遅刻したたり、学校の授業にまともに出なかったりすることに関しては注意をしてくる昨夜さんだけど、割と。いや、俺のお願いを断ったことがないレベルで OK してくれるし、美人だし。まあ、だからといっていかがわしい類のお願いをするわけじゃないけど、元からないに等しい昨夜さんからの信頼がなくなっちゃ俺も困るから。あ、そうだ昨夜さん。今日学校から帰ってきたら昨夜さんの部屋行ってもいい？まあいいですが、何か用でもあるんですか？用っていうか、ちょっとした話がね。話なら今ここではダメなんですか？まあ、今でもいいんだけど、帰ってきてからの方が俺の心の準備もできるから。それじゃあ、俺は遅れる前に学校へ行ってくるよ。わ、かりました。行ってらっしゃいませ。そしてなんやかんや俺が授業サボったり、寝てたりしていたら時間は夕方になっていた。なんだかんだ全然心の準備できなかったな。まあいいか、それはそれで。俺がそんなことを考え、家の中に入ろうとしたら。中に入らないんですか？わ。びっくりした。いたのならもう少し前の声かけてくださいよ。いえ、私も今帰ってきたところなので。確か、この後私の部屋に来るんですよね。あ？はい。それなら先に私の部屋に行っていてください。私は食材をしまってから向かいますので。わかった。俺は昨夜さんに言われるがまま、昨夜さんの部屋へと向かう。久しぶりに昨夜さんの部屋入ったかも。まあ、入る必要もないし、無断で入るわけにもいかないしな。にしても、荷物は相変わらず少ないと、そんな独り言をこぼすと、タイミングよく昨夜さんがやってきた。お待たせしました。それで、今朝言っていた話とは一体何でしょうか？担当局入に言います。昨夜さん、俺と付き合ってください。いいですよ。千秋様がそれを望むのであれば、私は構いません。割と本気で言ったけど、予想通りの返答。喜ぶべきなのか？本当にいいんですか？私は千秋様と付き合うのに抵抗はありませんよ。それに、断る理由もありませんから。俺のお願いは何でも OK してくれるとはいえ、さすがにここまでとは思わなかった。何パーセントか断られる気でいたのに、まさかマジで付き合えるとは。付き合うのはいいですが、私からは条件があります。条件？はい。毎日遅れずに学校に行くことと、授業を真面目にではなくとも受けることです。一応保護者代理なので、千秋様が授業をサボっているのは知っているんですからね。まあ、ご愛嬌ということで、許してください。許す許さないは今後の千秋様の行動次第ですね。それはそうと、話というのはこれで終わりですか？俺もなんかあっけない感はある。まあ、改めてよろしくお願いします、千秋様。昨夜さんはそう言うと、俺の頬にキスをした。
それでは、私は晩ご飯の準備がありますので、失礼します。はあ、なんだあの人マジで、なんでいきなりキスしてくるなんて。からかわれた。だけ？考えてもわからん。これは後で聞いてみるしか。ないか、まとまらない思考を中断し、俺は少し遅れて昨夜さんの後を追うのであった。